つらは誰だ。なぜ私を起こせようとしている。いや、私はまだ準備ができてない。怖い。あいつらのメスを見ると私、化け物のように、異類のように扱いされると分かった。いや、私は化け物なんかじゃない。こんな目で私を見ないでくれ。このようなみんなは、こんな目で私を見てるのですか。私は何のために存在しているのだ。もしかして、私の存在は何の意味もないのでは。なのに、なんで私を起こそうとしているの。このままずっと眠させてくれればいいのに。ああ、疲れた。誰にも邪魔されたくないの。ハンター司令官として、あなたは今十分に成熟していません。私はあなたにパートナーを推薦します。そうです、彼女の名前はミアです。なぜあなたは動揺していますか。私はミア。おい人間、訓練の時間だ。こんなのどうでもいいか。さっさとトレーニング始まり。今日また遅刻。いいから言い訳無用。今日のことは大目に見てやるよ。今日も実践訓練だ。その前にテストをさせてもらおう。人形の役割また覚えているか。
教えてやれ。はい。陣形は前方部隊と後方部隊に分かられて、前方部隊は先手を取る反面、受けるダメージもでかい。後方部隊は攻撃ペースが遅いけど、前方部隊より安全のため敵からの攻撃を避けられる。もちろん後方部隊に狙う陣形もあるので、臨機応変に陣形を変わるのが上策。よく説明をできたね。さて、次は陣形の挑戦と戦闘長のコツを教えてあげよう。まず、ミアは手本を見せるから。やりました、ミア。しかし、こんな程度じゃ正式のハンターにはならない。もっと強くなるため努力は不可欠だ。必要となる素材を使えば肉体と装備の強化ができる。ミア、手本を見せてやって。はい。居場所を教えてくれ。確かに体が微妙に変化したことは感じる。強化し続けていけばいずれ大きい変化を感じるよ。さて、次は実戦訓練だ。今回はもっと手こだいがある相手を連れてきたよ。気を抜くなよ。私の銃とともに劣ってくれるよな。手合わせしてくれる人はいないなね。男より女性に言う人、女性もまた。男より女性に言う人、そばで守ってやる。
少し痛いかもよ。占ってあげましょうか。私のリズムを乗って一緒に踊りましょう。必ず期待を背負けぬ。メスのようにきれいに片付けてやる。私の炎は光を持ってくれるよ。私の剣で新しいミラーを切り開くんだ。治療させていただいてもいいですか？こうなんじゃ永遠に私を追いかけれないよ。